こんにちは。今日は腰痛に対する考え方をご紹介したいと思います。腰痛ね、朝起きた時とかね、ずっと前かがみの仕事しててなんて言って大変多いと思いますが、腰痛はやっぱりこの前かがみでこうずっと腰が前にかがんだ状態をしている場合とかにやっぱり急にね他の負担がかかって起きるというパターンが多いので、こう普段から腰を、前だけでなく反ったり左右に倒したり、あるいはねじったり回したり、そんな刺激を適度に与えておくことで急なね、衝撃ぶつかるとかねがあっても多少は緩和できるんでね、それをいろんなヨガのポーズで紹介しています。次の動画でね具体的に動きを紹介していきますね。以上で終わります。